おはようございます。キャンプショーです。イエティといえば超ハイスペックな保冷力のクーラーボックスで有名ですが、実はタンブラーやインスレートボトルにもかなり力を入れています。通称ランブラーシリーズを紹介していきたいと思います。始まるよ。はい、今日はランブラーの中でもキャンプショーで使っている3種類、ランブラーコルスター、ランブラーローボール、ランブラーハーフガロンジャグ、こいつを紹介していきたいと思います。一つ目はこれ、ランブラー12オンスコルスター缶インスレーターを紹介します。350リッターの缶をこの中にぶち込むだけで、ダブルウォール真空断熱構造のボディがビールをキンキンに冷やしたまま保ってくれます。蓋はゴムパッキンがついていて、内部に液体が入るのを防いでくれます。コロナビールのようなボトルタイプのドリンクも使うことができるので、すごく便利です。これから暑くなる季節、キンキンに冷えたビールをかっこよく飲みたい人にはおすすめのアイテムです。ランブラーコルスターは実は僕が初めてゲットしたイエティのアイテムで、クーラーボックスが欲しいけど金額的になかなか手を出せないという人にはこういうアイテムから手に入れていくのもおすすめです。2つ目に紹介するのはランブラーローボールです。こいつは本当におすすめです。ここにドリンキングバディって書いてあるんですけど、本当に酒の友。イエティの商品にはこういう説明書がついてるんですけれど、ここにちょいちょいアメリカンジョークが入ってて、そういうのもイエティをゲットした人の密かな楽しみかと思います。このローボール、単純にコルスターと一緒で真空断熱構造になっているだけのタンブラーなんですが、この唯一無二のファットなボディのデザインがポイントです。これを使ってドリンクを飲んでいるだけで完全に所有欲が満たされます。キャンプ場にウイスキーグラスを持っていくのはなかなか難しいですけど、このローボールだったらその心配もなく、焚き火の揺らめく炎を見ながら存分にうまい酒を煽ってください。朝は朝でグッドなモーニングを、熱いコーヒーをこいつですすりながら迎えてください。言葉ではなかなか伝わらないんで、キャンプ場でもし僕と会った時はこいつで一緒に乾杯しましょう。スペックを説明していきます。ここにオーバーエンジニアドって書いてあります。過剰設計。材質は18-8キッチングレードステンレス製です。18-8はステンレスの中でも特に耐食性が強くて高級なステンレスです。食洗機を使用することも可能です。ボディはランブラーコルスターと同様、二重構造の真空断熱になっていて、高い保冷保温効果を発揮します。容量は10オンス約 300ml ですが、350の缶ビールをゆっくり注げばギリギリ入る大きさになってます。もしコルスターを持ってない人はこのローボールの方でビールを注いで飲んでも面白いかもしれません。ボディはこのステンレスタイプとデュラコート塗装がされたカラータイプがあって、デュラコートは非常に剥がれにくくなってますし、このブラック以外にもいろんな色があるんで、自分の好きな色を見つけて使うのも愛着が湧いて面白いと思います。この蓋リッドには飲み口が開いていて、リッドをつけたまま保温を保った状態でドリンクを飲んだりすることもできるようになってます。ただしこのリッドは飲み口を蓋することができないので、倒れたりするとドリンクがすぐにこぼれてしまいます。そのためにこのイエティマグスライダーリッドという別売りのオプションがあります。マグネット式のスライドの蓋がついていて、こいつを装着することで蓋をすることができて、ドリンクがこぼれにくくなります。このマグネットのリッドは外すこともできるので、洗うときも綺麗に清潔を保つことができます。本国の USA ではランブラーシリーズがマイナーチェンジしていて、このローボールシリーズやタンブラーにはマグスライダーリッドが標準装備になっているみたいですが、まだ日本ではその状態になってないんで、ぜひゲットしてみてください。最後に紹介するのはこのランブラーハーフガロンジャグ、でかい魔法瓶です。サイズはこのハーフガロンとワンガロンのジャグがあります。材質や構造は基本的にはこのランブラーローボールと同じです。持ち手はかなり丈夫に作られていて、グリップのところはラバー製です。
飲み口のキャップが特徴的で、このキャップここにマグネットでくっつけることができます。この状態で使えばキャップを紛失してしまうことも少ないので、非常に便利で面白い機能になってます。本来はこの中に冷たい飲み物や温かいドリンクをたっぷり入れて使うんですが、どうしても違う使い方をしたかったのでこいつをゲットしました。アイスペアです。イエティのパンドラから市販の氷が出てきたらかっこ悪いですよね。氷を出すたびにクーラーボックスを開閉するのも、実際保冷力にとっては非常に効率が悪いです。そこでこのジャグです。実際にこいつ保冷力はものすごいですし、市販のカチ割り氷一袋がちょうど収まるサイズになっているので、夏場は普通に氷の保管に活躍すると思います。このハーフガロンジャグとローボール、この2つは最高の酒のパートナーになります。かっこよくロックのウイスキーやハイボールを飲むのにぴったりの組み合わせです。はい、イエティランブラーシリーズの紹介はいかがでしたか。キャンプショーでは他にもたくさんのイエティの道具を紹介しています。もし気になった方はチャンネル登録をお願いします。このランブラシリーズには他にもいろんなサイズのタンブラーなどラインナップしているので、もし気になったらイエティのホームページの方もぜひご覧になってください。動画が良かったという方はグッドボタン、コメントをお待ちしてます。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。